戦いです。ちょうど去年福岡で馬場選手がインから逃げて SG メモリアルを優勝した時のレースを見たので、先輩のターンを参考にしっかり勝ち切りたいですと話していました。そして今日はお姉さんのお誕生日ということで、優勝したいですねと、そんな言葉も聞かせてくれています。本当に好メンバーが揃った優勝戦、どの選手が最強ヒロインとなるのか、ぜひご注目ください。まもなく発走です。オリンピックと同時期に盛り上がってきましたボートレース福岡プレミアム G1 レディースチャンピオン、今年の頂点を決めるその時がやってきました。優勝戦、1号艇滋賀の遠藤恵美、2号艇福岡の渡辺由美、3号艇群馬の桜本歩美、4号艇東京の藤原夏樹、5号艇埼玉の浜田ありさ、6号艇は愛知の細川優子です。並びは枠なり、インには1号艇の遠藤、慌てず騒がず鬼足で今大会連覇へ陰線です。2コース2号艇渡辺、今節は調整力も発揮してここまで来ました。てっぺんを狙っています地元の渡辺。3コース3号艇の桜本、順位整備してさらに足を押し上げてきました。4コースは4号艇 G1 初優出です藤原夏樹が角、5コース5号艇の浜田、昨年のクイーンズクライマックスの覇者がここも6強入り果たしてきました。そして6コース6号艇細川、 G1 初タイトルへ悲願という言葉が一番ふさわしいかもしれません。6コースからチャレンジ、優勝戦枠なりです。インコースから1番2番3番4番5番6番です。3号目スタートしました。第10レース優勝戦、ほぼ揃っていきました。前提が素晴らしいスタートですが、さあ1周の1マーク、イン速攻は1号艇の遠藤、2コースから2号艇の渡辺が渾身のサーチハンドル、しかし前にいるのは1号艇の遠藤恵美です。追走2番手が2号艇の渡辺、3番手は3号艇の桜本が一歩優勢です。スタートは正常でした。先頭1号艇の遠藤恵美が1周の2マークトップで回る。続いては2号艇の渡辺、3番手には3号艇の桜本でホームに帰ります。3番の桜本を攻め立ててきます。他の兵も殺到しています。先頭は1号艇の遠藤、2番手は2号艇の渡辺、3番手は4番と6番の方が少し前へ出て追いかける形が3号艇桜本、3番手が接戦で2周1マーク、4号艇の藤原が先取ってきて、負けたのが6号艇細川、下したのが3号艇桜本、さあまた桜本が3番手優勢と変わっています。内側に3号艇桜本、外に6号艇の細川、その後ろ4号艇の藤原もまだ僅差となっています。さあ3番手が激戦で2周の2マークは4号艇の藤原が先前で、その外を握り込んでいった3号艇の桜本です。3番手は3号艇の桜本がじわりとかわしてくる上空系1番2番3番手レースは最終周回です。食らいつく4番手が6号艇の細川優子、それを尻目に独走態勢は1号艇の遠藤恵美、2番手2号艇渡辺、3番手は3号艇の桜本が続いています。先頭は1号艇の遠藤恵美です。モーター18号機が本格化、1人際立つ動きでまさに虎の翼、金メダル級の強さでレディースチャンピオンは連覇、そして3度目の制覇です。 G1 は4回目の優勝となります。第38代レディースチャンピオンは遠藤恵美、まもなくゴールとなります。1番遠藤が優勝のゴール、2番渡辺ゴール、3番桜本ゴール、6番細川選手と笑顔でタッチを交わしました。いや1番2番3番人気の決着になりました。本当に笑顔ですね。はい、周りの皆さんも本当に嬉しそうです。プレミアム G1 第38回レディースチャンピオン、見事優勝しました遠藤恵美選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか？めちゃくちゃ嬉しいです。はい、連覇ですよ。素晴らしいですね。嬉しいです。はい、本当にもう節一の仕上がりというコメントが出てたんですが、はい、今日もいい状態で臨めましたか？そうですね、もう何もしてないです。はい、そうですか。はい、この後ねまた SG も控えておりますけれども、はい、今後どんなレースを見せていきたいですか？そうですね、もう少し自分に自信が持てるような、はい、レースしていきたいです。はい、今日はお姉さんのお誕生日ということで。そうですね、はい、はい、いいプレゼントになりましたね。はい、おめでとう。はい、ではですね、たくさんのファンの方に最後の一言お願いします。はい、これからも
一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。ではカメラサインも行っていただきたいと思います。本当に今シリーズの遠藤選手強かった、いいレース見せてくれました。ありがとうございます。私も期待しております。最後ポーズお願いします、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。